はい、速稼塾の久保です。大阪ちょっと例の感染症かなりやばいじゃないですか、これ。で、吉村知事がね、大阪の学校のクラブ活動とか自粛を要請してるらしいんですよ。例えば、茶道部とか華道部とか、そういったのも禁止ですかね。で、部活って言えば、英語研究会っていうのがあるんですよ。英検の試験に向けて勉強するというね、そういう部活もできないと。どういうことなんですかね。クラブ活動をなんでこんなに目の敵にするんでしょうか。もしかしたら吉村知事は、クラブ活動って言ったら野球やサッカーみたいなことばっかり想像してるんじゃないですかね。何なんですかね。で、野球やサッカーみたいな運動部のことにちょっと目を向けてみましょうか。じゃあ、スポーツの部活は自粛して、オリンピックは推奨する、聖火リレー走ってる。何なんですかね、これ。結局、私たちは、経済に舵を振れって言ってるのか、それとも、もう、感染症対策に舵を振れって言ってるのか、全くつかみかねてるわけですよ。で、両方のいいとこ取りしてて、大丈夫なような危険なような誤ったメッセージを流し続けてるんですよね。それは国民の中で、もうコロナなんて関係ねえよっていう人がいたりとかね、いやいや危ないよ、死亡率が高くなるかもしれないよっていう風な分断が起きても仕方がないかなと思いますし、結局、菅総理にしても吉村知事にしても二枚舌なんですよね。同じ口から違うことを言って、全くつじつまが取れてないと。財務省の麻生財務大臣と同じような感じなんですよ。こういうちんぷんかんぷんなことをして、結局、人を惑わすだけで誘導できてないわけなんですよね。で、これにね、釣られて、右往左往する国民も国民でだらしがないと思うんですよ。外部からの情報じゃなくてね、自分がどうなのかってことに従っていければいいんですけども、やっぱりね、世の中こうだからとか、みんながこうだからっていうので、なぜか自分の意思よりも集合体の意識の方をね、大事にしてしまうと。その一人が私なんですけどもね、普段隠居暮らししてるのに、どこまでも感染症にこだわってマスクを買い込んでみたりとかね、消毒液いっぱい買ってみたりとかね、私自身もちんぷんかんぷんでございます。さあ話戻しますけども、吉村知事、一体部活はダメなのにオリンピックはいいんでしょうかね。どっちが規模でかいんですかね。それともオリンピックをやるために、10代の少年少女たちの貴重な青春の部活動をやめろっていうことなんですかね。一体どれが茶番なんでしょうか。吉村知事、そろそろね、竹藤の件でも迷惑かけた人に謝った方がいいんじゃないですか。何人死に追いやったんですか、吉村知事。弁護士という立場を、いわゆるね、活用して、もしくは利用してですね、人々の不幸の上に積み上げた虚構の政治体制。これは、これからも変わらないんでしょうかね。維新の会、どう維新なんでしょうか。全く迎合するだけの、力弱い政党かなと思ってしまいますけども、私よくわかんないんですけどもね。誰がいいのかもわかんないですけどもね。少なくとも自分の身の回りだけ固めていけばいいのかなと、それが精一杯かなと思っちゃうところでございます。皆さんどういうふうに思われるでしょうか。学校の部活はダメでオリンピックはやりましょうって。何なんでしょうかね、これは。で、こんなことしてるもんだから、将来のオリンピック選手は育ちようがないですよね。少なくともこの1、2年、3年、4年、部活を経験できなかった10代の男の子たち、女の子たちが、どうやってオリンピックの代表選手目指せばいいんでしょうか。取り返しのつかないことしてるんじゃないですか。